今回話していくのが会話スターターについて話していこうかなと思います。この研究は、雑談でどういうふうな会話を、話すといいのかっていうのを研究で分かったので、それについて話していこうかなと思います。この研究では男女300人を集めた研究で、ランダムにペアを作ってもらって3分間の雑談を行ってもらうっていう、研究で、どういう会話をするのがいいのか、スムーズに会話をすることができるのかっていうのを調べた研究ですね。で、ベスト3なんですけど、最近ワクワクするような体験をしましたかっていう質問をするといいという感じですね。これが例えば映画であったりとか本であったりとか趣味であったりとか、そういう趣味じゃないですね、映画とか本とかそういうので自分が体験したような、なんかこうワクワクするような体験をしましたかっていう質問をするといいというふうな感じですね。で、2つ目っていうのが、熱心に活動していることはありますかという感じですね。これは趣味であったり仕事であったり子育てであったりとか、まあ何か熱中しているようなことになるとは思うんですけど、そういうことですね。これが相手の考えていることであったりとか、感情であったりとか、そういうのも引き出すことができる質問なのでいいとされているという感じですね。で、ベスト1位なんですけど、これが今日いいことありましたかという質問ですね。これが今日という日も限定しているのと、でいいことっていうポジティブなことに対して聞いているっていうところなんで、結構相手と質問された側っていうのは答えやすいということが分かっているという感じですね。なんで、今日っていうところなのですぐにパッと出やすいという感じですね。最近とかだったらこの 2,3 日とか、だいたい1週間あたりを振り返ってみないといけないので、質問された側っていうのは答えにくいっていう、パッと答えにくいっていうことが分かると思うんで、で、いいことっていう、まあ出来事があったかっていうことを質問すると、ポジティブな面とネガティブな面と、考えたりいけないので、それだったらいいことあったかどうかっていうことに質問することによって、そこまで限定することによって相手も質問を答えやすいという感じですね。で、相手の考えていることとかを引き出そうとするんじゃなくて、感情を引き出そうというような会話を進めていくのはいいっていうふうにされているみたいです。